2011年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2011年に日本で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2011-2012ISU グランプリシリーズの第4戦である。2011年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会は2011から2012年シーズンに 開催された NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会。2011年11月11日から11月13日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が札幌のまこまない屋内競技場で行われた。今シーズンよりグランプリシリーズの各大会は男女シングルとアイスダンスの出場選手枠が減らされ、男女シングルは各10名に ペア及びアイスダンスは各8組となった。今大会開催国の統括団体である日本スケート連盟に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングルアドリアンシュルタイスは背中の怪我により欠場した。ペア法制、刀剣組が出場を辞退し、スケートアメリカで開催国推薦によりエントリーしていた KD、デニー、ジョン・コフリング組が 追加招待された。各競技の上位成績者には、2011、2012ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000米ドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200米ドル、 ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ブランドン・ムローズがショートプログラムで4回転ルッツを成功させた。これは ISU 公式戦で初めての認定である。一方、高橋大輔が4回転フリップを試みたが回転不足と認定され成功とはならなかった。本大会ではアイスダンス参加選手の事故、負傷が重なった。 フリーダンス当日午前中の公式練習で、ポール、イズラム組とアレサンドリーにバツリ組が衝突、ポールが太ももを負傷したためポール、イズラム組はフリーダンスを棄権した。またフリーダンス第一グループの競技直前の5分間、練習中にリフトを行っていたリード指定組とクリーンクライルート、ジュリエッティシミット組が接触、転倒した。 両者とも競技に出場し最後まで演技を終えたが、クリスリードが右足の小指に4針の毛が負い、骨折していたことが後に分かった。さらに同じくフリーダンスにおいて第2グループの5分間練習中に入りニフ、カツアラポフ組の入りニフが転倒し右膝を痛めた。競技を無事こなし総合3位となったもののエキシビションを欠場した。ありがとうございます。